長期間にわたってタクシン派のデモ隊が占拠していたバンコク中心部で市民らによる清掃作業が始まりました。デモ隊の占拠で荒れ果てたバンコクの中心部を元通りに戻そうと、こういったボランティアの人たちも加わって大清掃作戦が繰り広げられています。徐々にですが正常化に向けて動いています。清掃作業はデモ隊の占拠地域の中でゴミを拾うなど、ボランティアの市民らおよそ3000人が参加して行われました。バンコク当局は今日中には片付けを終えたいとしています。運休が続いていたバンコクの高架鉄道ですが、今朝からご覧のように運転を再開しています。バンコクの高架鉄道はデモ隊の占拠地域内にある駅を除き全線で運行を再開しています。徐々に正常化へと向かっていますが、タイ政府は外出禁止令をさらに2日間延長することを決めました。